こんにちは豊田です。今回は南インド発祥の口ドラムコナコルから567のアプローチをご紹介いたします。この動画をご覧になる前に別動画にて導入編をご紹介しておりますのでよろしければチェックしてみてください。 また今回もジョン・マクラフリンとセルバ・ガネーシュ共作の共則 DVD「ザ・ゲートウェイ・ h y リズム」からアイディアを頂い,いておりますそして初めに1つだけ申し上げておきたいんですけれども、えー、残念ながら自分はインドにもいたことがありませんしインド音楽奏者では全くないのでもしこんなこともあるよとかそれはちょっと違うよとかあれば教えていただけるとありがたいですでは初めに1から4の歌い方を少しおさらいしてみましょう

たきた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 4つの詩はタカデミで4つがさらに続くとタカジュナとなりますで交互に歌うんすね。いずれの歌い回しも4部8部16部32部などの偶数形3連符6連符などの奇数形に当てはめても歌い方は変わりません 例えば4のタカディミタカジナを3連符に当てはめてもタカディミタカジュナタカディミタカジュナタカディミタカジュナタこんな感じになるんですねそして今回新たにやってみたいのが5と6と7ですちょっと正直難易度高いかもしれませんねただこれも独特の歌い回しにより変拍子やポリリズムが比較的取りやすくなるきっかけとなるのではと考えていますカウントの仕方は前回と同様1は手のひら 2は小指3が薬指4が中指でそれでまた手のひらに戻ってくるんですね1、2、3、4、1、2、3、4、1。それではやってみましょうまずは5からです多くの西洋式の楽譜の基本に基づいた教育を受けた方もしくは教則本などで自己流で学んでいる方々はあくまで自分の経験則ですが通常は一泊三連 16分音符までわかるようになったら次は6連符もしくは32分音符にチャレンジすることが多いかと思いますポピュラーミュージックでも使われる比率が多いこともありますねただインドのコナコルの場合は少し異なり4の次は5でしょとは言んばかりに出してきますその5つの歌い回しはダディゲナトと言いい今まではほとんどの歌い回しはターから始まっていたのがここで新たに変わりますまずは単純に楽譜に表すと5連符になります 拍につですね。まずはこれだけでも歌ってみましょうダディゲナと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 ダこんな感じですねでは4のタカディミタカジュナの後に5のダディゲナどを歌ってみましょう四分音符は5線譜一番下の緑の音符で表していますワンツースリーフォー 1、2、3、4。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 1、2、34。1、2、34。1、2、3。1、3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 。1、3。1111、2 このようになりますね。16分音符から5連符への切り替えに注意です次は16分音符を5のダディゲナトで区切ってみましょう16分音符は1小節に16個なので5では割り切れませんねそのままずれていってポリリズムにすることもできるのですが初めに4435と分けて部分的に入れてみましょう44と続くタカデミタカジナ3はタキタそして5のダディゲナトですね つなげてみるとこのようになります。ワン、ツー、スリフォー。タカデミー、タカジュナ、タキタダディゲナド、タカデミー、タジュナ、タキタダディゲナド、タカデミー、タジュナ、たきただディゲナド、デミジュナ、ディタ。ワン、ツー、スリフォー。 タカデミタカジノタキタダディケナと、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 タはじめは三と五の受け渡しが難しいかと思いますが手でカウントしている四分音符がどこに入るのか一つずつ確認していきましょう次はダディケナドを連続して使ってみましょう五を五つつなげると十五になりますね十六分音符の中では一つ余ってしまいますこれをはじめお休みにしてしまいましょうやってみると ダディゲナと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 このようになりますこんな感じで奇数で割っていく形は始まりか終わりの工夫で使いやすくなるんですねそれではこれも4のタカディミタカジュナと合わせて使ってみましょうワンツースリーフォータカディミタカジュナタカディミタカジュナ ダディケナとダディケナとダディケナとタカディミタカジュナタカディミタカジュナダディケナとダディケナとダディケナとダワン、ツー、スリー、フォー、タカディミタカジュナタカディミタカジュナダディケナとダディケナとダディケナタカディミタカジュナタカデミタカジュナダディケナとダディケナとダディケナとタディケこんな感じです。ハマると気持ちいいですね。これも四分音符がどこに来るか、基本の十六分音符がしっかり感じられていることが重要ですね。 さて次は6の節です。歌い方は先ほどの5つのダディゲナトとそっくりで2個目の「ディを伸ばしてダディンゲナトとなります。表記はただ伸ばしているだけで言い方の記述は詳しく書いていないのですがダディンと「ンをつけていいかと思います。まずは6連符として歌ってみるとこのようになりますね。ダディンゲナト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 ダディゲナトダ 六連符はまだ馴染みがあるかと思いますので少し歌いやすいのではないでしょうかそれではこれも四の高カデミタカジュナのあとにつなげて歌ってみましょうワンツースリーフォータカデミタカジュナ高カデミタジュナダディンゲナとダディンゲナとダディンゲナとタデミタカジュナタカディミタカジュナダディンゲナと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 タワンツースリーフォー タカデミタカジュナタカデミィンゲなどダデ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 ィンゲなどこれも基本の6連んがしっかりと入っていることが重要ですね次はこの6のダディンゲなどを16分んぷに置き換えてみましょう先ほどの5と比べてまだ割りやすいのですが続けると1小節は収まらなくなってくるので今度は4426と歌ってみましょう にはタカと歌いましたね。ワン、ツー、スリー、フォー。タカデミ、タカジュナ、タカダデン・ゲナト、タカデミ、タカジュナ、タカダデン・ゲナト、タカデミ、タカジュナ、タカダデン・ゲナト、タカデミ、タカジュナ、タカダン・ゲタ。ワン、ツー、スリー、フォー。 タカデミタカジナタカダディンゲナド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 タこんな感じになりますねタカダディンゲナドは合わせて8つになるので使いやすそうですねそれでは次はダディンゲナドで小節間をまたいで使ってみましょう16文符は2小節だと32個になりますねですので4442666としてみましょう ワンツースリーフォータカディミタカジュナ、タカディミタカ、ダディンゲナド、ダディンゲナド、ダディンゲナド、タカディミタカジュナ、タカディミタカ、ダディンゲナド、ダディンゲナド、ダディンゲナド、ツー。スリーフォータカディミタカジュナ、タカディミタカ、ダディンゲナド、ダディンゲナド、タカディミタカジュナ、タカディミタカ、ダディンゲナド、ダディンゲナド、ダディンゲナド、タ。 ここでも調整として2が入っていることがポイントです小説をまたぐ時に混乱してしまいがちですが四分音符のどこに来るのかを確実に確認していきましょうそれではさらに一つ増えた7の節をやってみましょうここでも5のダディゲナトが元になっていることがポイントです始まりから1打目と2打目の音を伸ばしてダッティンゲナトとなります一拍にそのまま入れると7連符になるんですねこれだけ歌ってみると ダッティングナとダッティングナとダッティングナとダッティングェナとダッティンじでナねダッティンつのナカダッティンナとダッティンも歌ナてダッティングェナと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 ダッティングナとダッティングナとダッティングェナとダッティンナ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 ダッティン タカデミタカジュナタカデミタカジュナダティンゲラン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 ダカデミタカジュナタカデミタカジュナダティンゲラン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 ダ切り替えの時に支部が崩れないことがやっぱり大切ですね5連符もそうですが7連符も普段はほとんどドラムだと出てこないため自然と出てくる方は少ないのではないでしょうかクラシックだと結構出てきますねこれもやっぱり切り替え時に支部音符が崩れないことが大切ですね 次はこれも16分音符に置き換えてみましょう。まだ小節感はまたがずに例として4417の組み合わせでやってみましょう。ワンツースリーフォータカデミタカジュナダッティンゲナトタカデミタカジュナダッティンゲナトタカデミタカジュナダッティンゲナトタカデミタカジュナダッティンナトタワンツースリー ダッティンと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 タ調整として1が16部給付として入っているのがポイントですね次は小節間をまたいで使ってみましょう2小節は16分音符が32個ですねですので今回は譜面のように443777で分けてみますプレイすると1 t ゥースリーフォータカデミタカジュナタキタダティンゲナトダティンゲナトダティンゲナトタカデミタカジュナタキタダティンゲナトダティンゲナトダワンツースリーフォータカデミタカジュナタキタダティンゲナトダティンゲナトナダティンゲナト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 ダこのようになります。Two, three, 7が続くところでは音符が曖昧になりやすいので四分音符との関連性を細かく確かめることが大切ですねいかがでしたでしょうかどれだけ複雑になっても手の四分がしっかりしていることが大切ですね細かい音符を感じることしっかり小節内で収まっているかも重要ですまたとにかく歌うことで初めは慣れないフレーズも徐々に身についてくるのではないでしょうか今回は譜面で確認しなががらやっていますが 本当は楽譜なしの口伝で教えられ、ほとんどがアドリブで行われるようです。これでとんでもなく複雑な組み合わせをとんでもなく高速でユニゾンとかしているので、お決まりのフレーズとかもあったりするようです。次回はこれらをドラムセットにオーケストレーションしてみます。今回のことが少しでもお役に立てれば幸いです。最後までご覧いただきありがとうございました。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。 もしこの動画が良かったためになったと感じましたらいいねしていただけると励みになりますチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします僕のメールマガジンがありますので動画概要欄 URL からご登録していただきますと毎週ドラムのこと音楽のことをお届けいたしますメルマガ限定の特典もプレゼントしていますのでぜひご検討ください最後までご覧いただきありがとうございました